パンガン島は、タイ、タイランド湾にある島の一つ。行政区分としては北に位置する多を島を含み、パンガン島群である。パンガンの、パとは五調を整えるための説盗語、ンガンとは、南タイ語で、砂の柱を意味する。紀元前500から100年頃栄えた、ドンソン文化の痕跡がありその頃から、人間の住んだ形跡があった。いずれにせよ、プロトマレーである。 シー・ジプシーたちが最初にこの島に住み着いたと思われる。彼らの子孫のほとんどは現在ムスリムである。アユタヤ王朝時代におおよそ16世紀頃、シュリー・ビジャヤ様式の寺院が建てられ、仏教が伝道された。その後18世紀頃海南地方からの中国人が、み付き漁業や鈴の発掘を行って、生計を立てた。 この鈴の発掘は20世紀後半に入り廃れた。また、タイ族は、ここ屋市を植え、中国人がそれを油にして、万国方面に送り出していた。ラーマ五世洋の時代の記録によると三百世帯が、島で生計を立てていたとされる。また、ラーマ五世はこの地域に足を運んで休養に来ている。パンガン島は1897年までは、チャイア軍の管轄とされたが、 以降、寒い東軍の管轄とされた。1970年には、寒い東軍から独立し、他を島と合わせて二つのタムボンすなわちタムボンコパンガン、タムボンバーンター愛を持つパンガー島文軍が成立した。そして1977年文軍から軍へと昇格した。その後、1980年代頃から観光業が盛んになった。 タイランド湾西部に位置する。島の中央は山地になっており、ナムトックターンサデット海洋国立公園に指定されている。ラーマ5世が保養したターンサデットだけもここにある。観光産業や農業、漁業が盛んである。農業は主にここヤシを生産している。南の寒い島や北の田を島とともに海の観光地として知られる。 島の中心には山があり、ナムトックターンサデット海洋国立公園が一致している。ラーマ5世が西洋に何度も訪れたターンサデット、滝などもここにある。島の人々の生活の中心地は西部のトーンサーラー。港はトーンサーラーとリンビーチの2カ所にあり、寒い島、タオ島、本土のスラートターニー、ドーンサック群などと結んでいる。 航空機から見たパンガン島パンガン島は毎月満月の夜にフルムーンパーティーで賑わう。以前はバックパッカーの聖地とされていたが2003年頃からリゾートやレストランなどが増え始めている。フルムーンパーティーの行われるのは島の南端にあるリンビーチでビーチ沿いにオープンエアのクラブが立ち並び毎日のようにファイヤーショーなども見られる。 プレイする DJ には、欧米人も多く、ハウスやトランス、サイトランス、R&B などジャンルは様々。フルムーンパーティーには、約2万人の観光客が集まるが、パーティーのない日にもビーチは欧米から訪れる、若者たちで賑わっている。半月の日には、ハーフムーンパーティー、ー新月の日には、ブラックムーンパーティーが島の南西部のジャングルで行われている。ブラックライトや、 最新の UV アートなどが施され、普段は静かなジャングルがエキサイティングなパーティーへと様変わりする。パンガン島群は3つのタムボンに分かれる。タムボンコパガン、タムボンバーンターアイ、タムボンコタオ。ありがとうございます。